まあまゆさんとかやっぱそう、まゆさんとかはやっぱこう近くで見れたし、私ツイッターにもね書いたんですけど、11月のアンクレットを今回あやねちゃんがそのセンターでじゃんけん大会、じゃんけんじゃないくじ引きで勝ったから踊ってたんですね。でそのリハーサルをさやっぱり見るじゃないですか。見てたらもうもちろんもあやねちゃん似合ってるし、すっごい可愛くって、もうみんなもね可愛いって言ってたし、私ももちろん可愛いと思ったけど、見ながら可愛いと思いつつもやっぱりまゆさんがこうね出てきて自分の中からそう曲が流れた瞬間あのねでさ、やっぱり私もあの曲はそのまゆさんの同じ0番の後ろでマカブリでほぼ踊ってたからし、なんかこうすごく私にとっても勝手にですけど思い入れのある曲ではあったので、そうなんかいろいろ思い出してすごい一人感動してました。うん、すごい感動、いい曲だなって思った。